ボタンを押すのも、ままならないっていう。下手になってる。俺思うと、両方かぶってますね、T シャツ。しかも、ごつくなりましたもんね、完全に。ありがとう、ありがとう。はい、こんにちは、飯田光大です。こんにちは、田代チカラです。チカラさんの今シーズン振り返らせていただこうかなっていう。いいんですか、僕なんかの。いや、もうめちゃくちゃ弱いし、もう準レギュラーっていうか、コラボなんてチカラさんとしかしてないですけど。確かに。頭おかしいぐらいじゃないとプロになんかなれないっすよって。で、ほんと死ぬ気で行って、で、契約できて、もうやっぱもう俺サッカーもずっと遠いから、で、今はもう相当ぶっ飛んでる。まずスリランカ、去年スリランカでチカラさんプレーされて、その時の監督が、うん、モンゴルの方に行かれたんです。そう、スリランカで一緒にやってた八谷さんっていう監督の方が先にモンゴルのチームに移籍が決まって、はい、外人が最初全員決まってたんでね、はい、あ、もう埋まっちゃってた。そう、埋まっちゃってて、はい、だけど一人の選手が来ないってなって、はい、外人枠が1個空いた時で監督がもう直接力取りたいって言ってくれて、なんかここまで、あ、きっと信頼してくれてるんだなって、大事にしてもらえてるんだなって思えたのは初めてだから、うん、チーム変わってもそこでも来てほしいっていうのはだいぶ、それはもうその行動自体がそれを物語ってるじゃん、うん、ね、スリランカでのシーズンを、まあ、見てて、まあ、指導してもらった上で、はい、チームを作る上で力が欲しいって思ってもらえたっていうのはすごい嬉しかった、うん、そういうことがあって去年と一緒、スリランカの時と一緒でアンカーですか。そうだね、ポジションもその八橋さんがこう見出してくれたというか、球際がっつりいけるとか、ボールを奪い切れるっていうところと、走れるっていうところと、あと俺、めっちゃ喋るから、試合中、そういう部分も、多分あの場所にそういうやつがいると、チームとしても締まるし、多分だいぶ助かりますよね、そこにいて。自分のプレーの特徴を考えたら、その方がいいんだろうなって思ってたけど、目つぶってたというか、やっぱり点取るの好きだし、前で勝負したかったんだけど、でも正直限界は感じた。やっぱり特別なもんがないと前の選手で生き残れないって思ってるから、俺が持ってる特別なものって気持ちとか、本当そういう戦う部分は他の誰よりもあるって自負したけど、それをじゃあアタッカーとして得点に結びつけるって本当にこぼれ球に突っ込むとか、点は取れるけど、はい、でも絶対的な選手にはなれない。これまでも言われたことあったんですか、アンカーやってみろみたいな、はい、で、そうだ、俺奈良クラブの練習行ったじゃん、はい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 、ついこの間。そう、そちらもあの動画見てもらえれば、ね、はい、ぜひ、はい、リンク貼っときますね、はい、お願い。当時監督だった人、もともと GM だったけど途中から監督になった矢部さんっていう人がいて、はい、人がちょうど監督やってる時に国体があって、ね、はい、奈良県代表で出てて、はい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 、その時俺サイドバックとかで使われてんだよ。その矢部さんとこの前奈良クラブ行った時に話してて、はい、その力のいい部分を生かすんやったらサイドバックとかいいかなと思って使ったりしたけど、でもあの頃の力はもう点取りたいが出てしまうからやっぱ無理やったよねっていうこと言われて、そういうヒントはもともとあったんだよね、はいはい、でもなんか何でもそうだけどさ、自分が腑に落ちないと、自分が納得しないと本気で取り組めないじゃん。それがあったらそれに向かってのトレーニングもするし、そうサイドバックで、Jリーグ行くんだってなって本気で 100% 思えてたら、もしかしたら、ね、そこからこうかってやれたかもしれないけど、ただもう今はさ30超えて前十字もやっちゃって、はい、後がなかったっていうか、もうここで生き残らなきゃいけないっていう状態のスリランカでここやれって言われて、それはもうぶっちゃけどこでもやりますっていう、うん、ですね。モンゴルリーグで今年もプレーされて、うん、最初ずっと出てましたもんね。そうだね、まあ、チームもある程度いい形では進んでて、最初は2連敗した時かな、はい、オーナーが結構口を出してくる、現場介入するタイプのオーナーだったから、はいはいはい、まあ、それでちょっとこう監督とオーナーの関係が良くなくて、はい、まあ、これは監督から聞いた話だけど、その時に出てくる言葉がなんで力ばっかり使うんだみたいな、力を贔屓するなみたいなことをよく言ってくると。なるほど、めんどくさいですね、うん、それは。まあまあしょうがないよね、そいつがお金出して、そいつって言ったから、だから結果2連敗した後にガチャガチャってなって出てない試合負けたし、はい、後半の途中から出た試合も負けたし、うん、ここで4連敗しちゃったんだよ。なるほど、だからまあ監督の考えを無視して、うん、オーナーだけがやりたいサッカーやったら全然結果が出なかったってことですね。そう、今ね、はい、タイにいるんだけど、はいはい、八橋さんは、はい、
そのタイに行く前々日、はいはい、ぐらいに最後八橋さんが見てくれる試合があったと。でその試合俺出ないつもりでいたんだけど、はい、まあ、怪我人とかの問題で、はい、最初試合の前日に力サイドバックできるキャプテンのやつに言われて、はい、もうどこでもいいよって。別に八橋さんの場合はしっかりしたチームの狙いがあって、うん、オーガナイズがあってっていうのがあったけど、そういうのもなく、はい、普通に11人グラウンドに入ってサッカーしますみたいな、はいはいはい、まあ、それだったらまあ普通にやりますよっていう感じで、アップ終わってロッカーに戻ったら、結局力アンカーの方がいいよねってなって、オーナーがどう思ってるか知らないけど、俺としてはピッチに立った以上八橋さんが正しかったって証明するしかないじゃん。そうですね。そういう思いでプレーしてたら、後半のロスタイムかな、一応ね1対0で勝ってた状況でカウンターでバーって走っていったら、キーパーとディフェンスがこうお見合いしちゃったのかな、相手の、でそのこぼれ球をしっかり拾って点数を取って、俺だけじゃなくて八橋さんのためにも取れてよかったなと思った、あのゴールに関しては。そこで結果出すのがすごいですよね。出しちゃうのよ。出しちゃうんですよね。キャラさんと電話した時、今こういう状況なんだろうみたいな、うん、あの時点取ってなかった。取ってない取ってない。の電話したその週の試合とかやったん で点、点取ってるやんって意味わかんないでしょ結果出してると思ってって、うん、思ってたら次の試合なんかすげえ弾丸フリーキック決めてるし塗ってるやんって。あのタイミングでまさかの2試合連続ゴール、はい、決めてますもんね。この状況からやったら、やったらやっぱり点取らないと多分状況なかなか変わらないですよね。そう、本質を見れないオーナーとか、本質が理解できない選手たちの中で存在を認めてもらうには、まあ、点が一番手っ取り早い。そうそう、取らなくてもよかったんだけどね、うん、だけど、なんかこいつらに舐められてんの、うん、楽しくねえわって思うし、思ってたし、うん、こうきっと正しい努力ができてたから、はい、まあ、神様がご褒美くれたんだなっていう、うん、そんな感じかな、うん、最後6連戦ぐらい、もう中2日とか中1日とか、はい、えげつない日程で組まれてて、はい、で1試合目だけ引き分けちゃって、はい、そこから4試合連チャンで勝って、はい、で最終節勝てば3位、一応表彰台乗れるっていう状況で、はいはいはい、おっしゃーと思って気合い入れてたら、はい、でその試合いきなしまたスタメン外されて今4連勝してるからね。マジっすか。だけど、まあ、代表選手、モンゴル代表の選手、はい、その子が戻ってきて、なるほど。で俺もその1個前の試合でちょっと痛めてたんでね、はい、でそしたら力、次は休んでいいからみたいな、うん、俺は休む気なかったんだけど、はいはい、俺の代わりに出た選手もすごいいい選手だったから、はい、俺はそれは別にまあ、うん、ムカついたけど、はい、まあでもそいつが出ることには何の文句もないから、うん、まあいいやと思って、はい、だってそこまで4試合連続クリーンシートで来てるからね、はいはいはい、クリーンシートで来てて、まあ、最終節3対2、うん、まあ、まあ2点取られてるのが俺からしたら悔しいんだけど、はいはいはい、だって俺だったらクリーンシートできたって思うから俺は、一応その3対2の状況で残り15分ぐらいプレーして、でちゃんと3対2締めて、まあ結果3位で一応表彰台には乗れてメダルもらえて、いろんな問題があった中で、まあ3位になれたのが良かったかな、はい、確かに。試合終わってロッカー戻ったらもうビール用意されて、でもみんなですぐ乾杯して、そのオーナーもハッピー、そうそうそう、すげえ喜んでたから、そのまんま表彰式だったから、はいはい、あの1位と2位のチーム普通にしてるのに俺ら3位のチームみんな酔っ払ってるみたいなでも楽しかった、楽しかった、うん、ちょっと4ヶ月っていうね短い期間のリーグはあったんだけど、はい、うん、すげえ濃かったね。4ヶ月の経験じゃないね、うん、あれは。海外濃いっすよね。濃い濃い。短くてもなんか難しい状況でも無駄にしたくないっていうのがあると思って。そうそうそう。そうやって精一杯毎日生きてるからこそ濃いって思えるんだろうし。まあ、今次のチームどうするかって感じだと思うんですけど、うん、どうなりそうですか。どんな感じですか。そうだね。とりあえず知り合いの紹介してもらった代理人の方とか、はい、あとはもともと知ってる代理人の方とか、はいはい、まあ、探してはくれてる状態かな、うん、はい、チームが、はい、あのアンカーの選手を求めてたら、うん、一応僕のプレイビデオと履歴書は多分送ってくれてて、うん、そこでリストアップはされてるだろうけど、うん、まあ、まだ正式なオファーはないから、うん、まあ、本当ここから、まあ、とりあえずまあ準備して、そうそう、もういい準備してればです、ね、いい話きますから、ますかそれだけそれしかできないですね。それしかできない。まあ、そういうところもありますけど、そうやれることやって、そう、また頑張りましょう。また頑張りましょう。こんな感じです。まとめるの無事。大丈夫。まとめるの無事な。まあ、そんな感じで、うん、まあ、ちょっとこれから今回チカラさんとのコラボで終わろうと思います。ありがとうございます。今回も最後の見ていただきありがとうございます。よかったらグッドボタンと
チャンネル登録よろしくお願いします。では、失礼します。バイバイ。